コロン屋さん、こんにちは、コウクです。この前髪を切りに行ったんですよ。で、髪の色どんなのにしようかなって悩んでたら、担当の美容師さんが、お兄さん何でも似合いそうですねって言ってくれたんですよね。多分あの子俺のこと好きだわ。さあ、今回はテストの面白い例文や珍解答シリーズの第4弾をやっていきたいと思います。この動画が少しでもいいなと思ったり、次のテストでいつもよりいい点取りたいって人は高評価、チャンネル登録お願いします。そんじゃいきましょう。国民の三大義務を答えなさい。起きる、食べる、寝る。うん、それは国民の三大義務じゃなくて休日の過ごし方やね。お次はこちら、一文字入れて言葉を完成させる問題ですね。これの答えは虫かな。テントウムシ。一文字言うたやん、無理やり入れたな。1、教科書の18ページから29ページまでを音読しましょう。2、この話の面白いところを書きましょう。ありません。辛辣。誰と誰ですか。これはおじいさんとおばあさんですね。ハゲとおばあさんです。辛辣。地震が起こった時、県庁ではどういう対応をしますか。カッコに合う言葉を書きましょう。震度6以上の大きな地震が発生したら、職員は県庁に集まり、パソコンを立ち上げ災害に対応していきます。まさかのデスクワークスタイル。夫を使って文を一つ作りましょう。夫をこき使う。やめてあげて。カッコに当てはまる重さの単位を書きましょう。ハンカチ 40g、 筆箱 250g、 スイカ一玉の重さ 3kg、 お母さんの体重42トン。トン。ゆり子さんは美穂さんと公園に行きました。公園にはタンポポが咲いていました。ゆり子さんは誰と公園に行きましたか。ババさん。誰やそいつ。トミーは電気仕掛けの家に住んでるので、ベッドから起きるのも、お風呂に入るのも、服を着るのも、ご飯を食べるのも、全部機械がやってくれます。トミーは何もしなくてもいいのです。あなたはトミーの家に住みたいですか。一つ選んでその訳を書いてください。なるほど、すべて自動でやってくれる、めちゃくちゃ便利なトミーの家に住みたいか住みたくないかっていう問題ですね。そしてこの子は住みたくないを選んだみたいですね。え、めちゃくちゃ楽で快適そうなのに、なんで住みたくないんだろう。力をつけたいから。向上心の塊。最後はこちら、この学校ではテストの感想を生徒に書かせるみたいですね。まあでも感想なんて正直別に書くことないよね。うんち。ああ、もうほら、こうやってふざけるやつも出てくんのよ。大丈夫、これ怒られたりしない。マイナス5点。結構マジで怒られてんじゃん。